川は輝ける青銅の都市の主、不夜城の朝臣。今はそれでよい。神明を教えれば、貴様はわらわに平伏したまま何もできぬようになるであろうからな。わらわの名は不足天。わらわを刺激しようとするなど不遜すぎて逆に興味が湧いてきたぞ。うむうむ、でかした。まだまだ足りん。衣装は派手であればあるほど良いのじゃ。ま、当然であろう。むしろ遅すぎたくらいじゃ。ま、当然であろう。むしろ遅すぎたくらいじゃ。うむ、なかなか威信が取り戻されてきたぞ。こうでなくてはな。うむ、なかなか威信が取り戻されてきたぞ。帝たるもの、こうでなくてはな。神明すら明かしておらぬというのに、このような姿にされてしまうとは。やはりあれじゃな、内側からにじみ出る好奇さのせいじゃな。これぞ真の精神皇帝の姿。どうじゃ、ん、どうじゃ。もっと驚いたり喜んだりしてもよいぞ。というか、しろ。敵はそなたならず、そなたの中の罪。わらわの方はその罪のすべてをツークの階段で引きずり出す。とって味わうがよいぞ。